おはよう。こんにちは、おはよう。今はツイッター書いてます。お昼配信中って。しおぴー、山ふぞさん、つばさ、しおぴー、あ、また出ちゃった。デュオリアスさん、やばい、また漢字読めない。前もこれなんだっけって聞いちゃった。こんにちはって言ってくださる方、マモ、猫のドライバー、フェリカさん、ジローさん、マッキー、サーミーさん、カトチ、ジューシロ、ファインコノフさん、おはよう。今は正解アンパンマン見ながら武骨を食べてました。で、10分になったから配信しようと思ったら携帯なくて、やっぱ携帯ないじゃんってなって、探して探してお布団の中にありました。ゆったん、こんにちは。マモマモ守る、うちでの小槌、ありがとう。うん、しおぴん、うちでの小槌、ありがとう。そう、アンパンマンもう終わった、今終わった。何食べてます？武骨っていうせんべい食べてます。シチューごはんさん、うちでのくずちん、いっぱいありがとう。そう、後で顔出す。シチューごはんさん、ありがとう。中途半端、ありがとう。サーベルボンさん、なんか豪華なセンス、ありがとう。うん、初めてのお使い、明日夜7時だって、見なきゃ。あ、ミスドの宣伝だ。ミスド食べたい。ミスド食べたいなって言うてます。イワシさん、こんにちは。スミミン、こんにちは。ジュリーさん、ジュリーさんか、こんばんは。バリバリしてますよ。マイコー、武骨 ASMR。 コメントぜひしてくださいね。今ね、おせんべい食べてる。え、全然お昼入る。うん、配信ライブ見ました、ありがとう。山房さん、どうでした？
しおぴありがとう。アイス31のアイスありがとう。おはようございます。ゆうきりん、天才ちゃん、おせんべちゃん。座って食べてますか、寝転んで食べてますか。めちゃめちゃ座って食べてるよ。私寝っ転がりながらね、物飲み食べできない。てかなんかさ、最近さ、新ドラマのさ CM めっちゃ多いじゃん。怖そうなのいっぱい。ソンヤー来てくれてありがとう。テルミーこんにちは。猫のドライバーさん、豪華なセンスいっぱいありがとう。クソコラの仮面で笑った。一緒かわいっしょ。やっと触れてくれた。誰も触れてくれなくてさ、今まで。あ、としおうちでの小槌いっぱいありがとう。なんでラジオ、はい、なんでラジオなんですか。なんで、なんで。後で顔出す。寝ながら飲む、寝ながら物飲むことできるけ。え、飲むこともできない。ライブでめっちゃ元気もらいました。ゆきさんのダンスキレキレですごかったです。嬉しい。ディアンパンジマラディオさん、初見さん、英語読めない。でもコメントありがとう。来てくれてありがとう。ソイヤおめでとう。ありがとう。ソイヤのあばだ、かわいい。わかる。寝ながら食べて泣きそうになる。なんかね、食べ方わかんなくなる。誰も触れなかった。そう、誰も触れてくれなかった。焦らすやん。2021年絶対売れる美人アイドルさんの配信と聞いて売れたい。触れてよかったのか。良さしかないよ。ゆっちゃんこんにちは。2回目、ありがとう。来てくれて。定型文全部ひらがな、さすが。金沢ゆきさんが可愛すぎて電波がたなんとかなのでラジオです。あ、にゃーいんじゃん。何その頑張ってくださいって、ちょっとなんか距離感出してんのよ。まったく、まったく、まったく。部活を、部活をあと一個だけ食べます。天才ちゃんは配信中に暴れないように、配信するギリギリまでお部屋出してた。だから今疲れてケージで寝てる。なんか、まあ今日から緊急事態宣言なのに品川駅があんまり変わらないってニュースやってる。そりゃなんか変わらないよね。なんか今回なんかね、全然なんか何が変わるんだろうって感じ。あ、コメント止まったって思ったら、私は下の方にやってただけだ。喉乾いちゃった。え、携帯電話の電波状況とか把握できるんだ。新宿歌舞伎町プラスだけど大丈夫そう。渋谷は減ったって。シオピー、
神秘的な水ありがとう。部活美味しいよ。鳥山さんこんにちは。あ、ババちゃんよかった。お、テレビ局把握された。そういや、うちでの小槌ありがとう。じゃあ久しぶりに質問コーナーとかやっちゃおうかな。質問タイム。天才ちゃんは泣きますか？あのね、ウサギってね、声帯がないからね、泣かないんだって。泣けないんだって。そう、声が出せないの。ただ鼻で全部お知らせしてくれて、なんか楽しい時はポーポーポーって鼻が鳴るので、なんか ちょっと怖い時はポッみたいな鼻が鳴って、怒ったらボンって鼻が鳴るの。鼻で全部ね示してくれるんだよ。元気ですか？元気だよ。元気。靴下は右から履きますか、左から履きますか？左だね。うん、左から履く。距離感出ないようにたまにいいねはしてるんだけどな。ちゃんとショールーム着なさい。今回の配信ライブで一番良かった曲は何ですか？私ね、赤い情熱始まりめっちゃ好きなんだよね。次スパガで全部の曲やるとしたら何やりたい？ Do you believe かな。 Do you believe やりたい。ただなんかスパガがやって違和感ないというか、可愛らしい曲は Like a Heartbeat っていう曲とか、 Sugar Baby とか、 What if とか、 Can't Stop Loving とかがちょっとスパガっぽいな。そのジャムの曲の中でスパガっぽさを選ぶならそっち系の方が可愛いなっていう感じかな。赤い情熱始まりじゃなかった？あれ、私ダメだ、記憶飛んでるわ。あれ、でも赤い情熱やったよね。スピードアップやりたい。あ、リトさんいいね、ありがとう。なんかさ、そのゆめりちゃんたちとさ、アイストの話になった、なってさ、この間で、なんとさ、ゆめりちゃんがスト星時代にさスピードアップをやってて、そう、知らなくてさ、私やってくれてたので、めっちゃ嬉しくて、でその当時のゆめりちゃんたちのスト星バージョンのスピードアップを、スピードアップの振り付けを作ってくれた先生と一緒に見てた。あ、10周年の時か、赤い情熱始まり。男で本名は遥かだけど、どう思う？え、大丈夫よ、だって私女の子で勇気だよ。女の子なのに勇気、勇気っていう名前男の子っぽいじゃん。ラジオで箱根会楽しみにしてるね。箱根会ね、いやー寒い、今日も寒い。なんかお家内でさ楽しめるもの欲しいな。ゲームゲームとか。ババシャンありがたくちゅー。シンゴこんにちは。七草がゆ食べましたか？食べてないさ今年。そう、なんで頭から離れないのそれ。桃鉄やりたい。私ね、お正月はね、親戚集まって桃鉄をやるっていうのがねお正月なんだけど、できなかった。寝てる、かわいい、爆睡だ。え、ライブ見ながら永遠に思ってたんだけど、なんでそんなに可愛いのに、なんでそんなにかっこいいんですか？でもあの、かっこいいとかかわいいとかを別として置いといて、あの曲によってマジで変える意識をしてる。なんかすごい振りが
てか曲がかっこいい系とかこうなんだろうっていう曲はめちゃめちゃ踊るようにしてて、逆にかわいい系の曲はめっちゃかわいくアイドルしようとしてるし、で10周年ライブで行くと青春キラリ4期だけでやった青春キラリはなんだろうめちゃくちゃフレッシュというか元気っぽさを大切にしてやってて、でトリビュートはめちゃくちゃ優しく踊ってっていうそうのやっておりますよ。こんにちはこんにちは、いっぱいハートありがとう、100個もありがとう。なずとあいかとゆうちゃんとのマムテス配信やりたいね。それひなちゅんとか現場に戻ってきてまたお得しようかと思って、いややばいよね、ひなちゅんさんの復帰はマジで嬉しい、マジで嬉しい。普通にツイッター見て声出た。赤い情熱めっちゃかっこいいのに女子パラめっちゃ可愛くてすごすぎて変な声出た。曲によってマジで変えようっていうのはある。なんかただ踊ってる人だけにはなりたくなくて、なんかてかなんか本当にそれは AKB の頃に学んだ本当にすごいからあのグループの表現力は。ライブでチリンさんポニテの時好きすぎる。私さ本当なんかポニテがさ一番さなんか踊りやすいんだよ。なんか私髪の毛長いし硬いし量多いから結構髪型によってすごい邪魔なの。ポニーテールだと本当に邪魔にならないし、なんか思い通りに動きができるから結果ポニーテールになっちゃうんだけど、なんか飽きられるかなっつってこの間10周年の時にメイクさんと、ポニーテールしつこいですよねっつってずっとああでもないこうでもないって言って迷ってたのうさぎの餌ってない、声優の餌ある、あるある、ペレットっていうのがあるよ。青春キラリのサビで前に足上げる振りのところのゆうきさん好きです。え嬉しい、そんななんかピンポイントでそうやって言ってくれる人ってなんか本当に見てくれてるんだなと思う。成人式の思い出ありますか。あいいね、ちょっと聞いてくれる。成人式の話をしよう。じゃあ、まあ、私が成人したのは、まあ、結構前なんですけど、7年も前なんですけど、やばいですねジェムの、まあ、2013年なんですけど、ジェムのメジャーデビューが2013年の1月1日なんですけど、成人式が、1月のちょっと早かったんだよな、苫小牧1月のあ、LOL だ、 LOL が CM になってる、やば、すごえ、やばで、ちょっと早かったのよ苫小牧が。でジェムのメジャーデビューが1月1日で、確かね成人式が6日とかだったのよ。なんかその帰省、お正月で帰省、やっぱ北海道苫小牧ってどんどん出ちゃうから外に、帰省した人たちがそのまま成人式受けれるように5日か6日かだったんだよね。で成人式出たいですってスタッフさんたちに言ってて、まあ、いいですよって言われて、ただその時マジでアイストがマジでガチガチに厳しい時代だったのよ。でただあと式だけ出て、でちょっとなんか余韻に浸って同窓会は出ないでくださいと、なんかいろいろトラブルになるといけないから同窓会は出ないでくださいっていう風に言われてて、でみたいな、同窓会が楽しいんじゃないのみたいな感じになってて、で顔出しだけしたいですって言って、じゃあもう顔出ししてすぐ帰りなさいみたいな、はいって言って、でなんかもうその日の飛行機取ってくださいみたいな、そんな信用ないかと思いながらも、まあ、その日の新幹線じゃない飛行機取って、で次の日朝一で仕事入れられて、で
絶対それ意図的だろうとか思いながらで成人式の前の日に北海道行って、そう仕事がデビュー年だったから、そのお正月もびっしりお仕事があったから北海道、大晦日だけ帰って1月1日に東京帰ってきてお仕事して、で成人式の前日に、もう一回北海道行って式に出て、で仲いい親友ちゃんとプリクラ撮ってお着替えして、同窓会に、本当頭の10分ぐらい出て、でもうすぐ帰って東京に戻るっていう、なんかあまり思い出という思い出がない。そう、ガクこんにちは、セラン辞めた後に入るっていう、それな、あゆむこんにちは、研究生時代1回だけ握手したことあるの懐かしい、善悪だったと思う。え、そういやマジでどこだろう会場。ポニーテールの揺れの角度が素晴らしく、アイドルなので一生ポニーテールしててくれ。カメラ男子マー君さんこんにちは。カメラ好きなの？アイカちゃんのモノマネやってもらえませんか？アイカな、ほんまな、お餅食べたね、ギャー俺函館だけど北海道のどの辺だっけ？苫小牧だよ。結構前は笑っちゃう、こらこら。ゆうきさんのダンスを先日のライブで初めて見たときすごく引き込まれました。めちゃめちゃ嬉しい。7年前の1月ってギリギリ小学生か、うるせえ成人式はなんとかなせいで振袖の案内来たから半分乗っかって男性用振袖で行ったな。嘘、2月7日なせいで成人式の頃まだ2月7日に成人式、ああ誕生日がか、その反動で今さっきくず実家にも顔出すな。え、実家には顔出したよ。今日は大変だ、しっかりした会社、マイルはたまるけど金が飛びそうなスケジュール。そう同窓会、そう同窓会ね、今は全然そんなことないけど本当に私の時代マジでピークに厳しかった。成人式なくなった、え延期でもなく、こなち ミッキーお疲れ様です。コメント追いついちゃったぞ、大変やったな。え、マジ昔厳しかったよ本当に。マジで多分今の4期耐えきれないと思う本当にあれはね、マジで。苫小牧と函館はすごいな、今も特急がなぜか苫小牧経由だけどね。確かに中止って言われたピン、え中止なんだ。まあそれでもあれだったけど、それでもあれだったけどとは、昔とかも注意されましたか？体重測定はやばかった。なんかね、今だから言えることなんですけど、抜き打ちでジェム体重測定があったんです。なんか1週間のうちに1回絶対どこかで体重測定があって、で2回連続で体重が増えてたらアウトなんですよ。そうで抜き打ちなんだけど、マネージャーさんが朝体重計を持ってきたらその日測るってことじゃん。だんだんうちらもそういうの分かってきて現場に朝ごはんを食べないで行くんですよ。で朝ごはんだ結構変わるのよ正直。でその体重計持ってるって LINE し合って、持ってる日は現場入りしてからもお弁当食べずにライブをして、で絶対体重計はそのお昼過ぎにするっていう鬼の時間帯なんです。で体重計持ってない時はもう朝から食べちゃうみたいな感じなんだけど、それがなんかメンバーがなんかそのご飯食べた段階でもなんか何体重落としなさいみたいな、無駄にめっちゃ厳しくて、でなんか毎日体重計を持ってくるようになって、マネージャーさんが、てかマネージャーさんはその上の厳しいスタッフさんに言われてたんだけど、それで
抜き打ち体重測定があって、みんなマジで闇狂った本当にご飯も食べれないしって感じ。成人式の時は何色の振り袖着ましたか？私は黒ベースに金と紫の感じ。そう、なんかめっちゃ嬉しかったのが、振り袖をレンタルしに行ったのにお父さんが買ってくれて、それがめちゃくちゃ嬉しくて、そうめちゃくちゃ嬉しい。だからその振り袖ってさ、着る機会ないじゃん普段。だからさ、またいつか着たいんだよね。いつ着るんだろう振り袖って。買った振り袖っていつ着るんだ。兄弟の結婚式とかかな。式出て1次会クラス全員2次会やって、カラオケボーリング映画とオールした。いや何それ、めちゃくちゃ楽しそうじゃん。3分クッキング、アスリートだった。ジェムは毎日報告してなかった。どうだったかな、どうだったか忘れちゃった。マー君、すっごい漢字が並んでるけど、すっごい、この文章だけですっごい北海道感満載。北海道一周半周してる気分名前がはるかだから振り袖の案内きつい。そんなことあるんだ成人式のチリンの髪型めっちゃ可愛い。やり直したいんだよね私。思ったのになんなくてさ、泣いた結婚したら切られへんで。あ、そうなの。エリナに結婚させなきゃじゃん。そうそうだよね、その時は来ていいんだよね。主役より目立たん、そんなことしたら。目立たないでしょ、だって主役はウェディングドレスでしょ。着物とか着てない、だって身内は。お父さんお母さん着物じゃん。兄弟とかも着物とか着てない。うん、あ、前撮りだけ。ノメロも買った、レンタル。紫も素敵、ゆうきりんから。そう、たまたま成人式行ったことない。ゆうきりんの成人式の時の写真あったかな。やめて、パンパンだから顔。通りすがりカウントさせていただきますね、ありがとうございます。みやりのはあるんだけども。おい、かもさんよろしくお願いします。厳しい時代が人気はあった感じ。まあね、それはね、確かに。ちなみに俺は1月1日に婚姻届出して。マジでおめでとうじゃん、めちゃくちゃおめでとう。急に振り袖は結婚したら短くして留め袖にしてきます。あ、そうなんだ。お母さんのお姿いいね、いいね。去年真昼振り袖を撮影していたな。振り袖着たいと思った時に着たらいいんやで。本当着たい、着させて。着たいよ、寒い寒い。寒くなってきたね。コメント追いついちゃったぞ。他何か質問ある人、質問ある人挙手。よいしょ。今日から結構寒くなりますね。こたつとかあります。こたつないさ、こたつ欲しい。みやりさん、あ、そうなんだ。まひろちゃんかわいいよね。振り袖着るのなんてずっと先だと思ってたのに、もう来年じゃん、怖い。大丈夫、まだ振り袖のあれでしょ、振り袖を待ってる身でしょ。私次多分還暦よ、そういうそういう節目。還暦の前何あるの、厄年ぐらいじゃない。今日のご飯は、今日のご飯何も決めてないいつ動いてるゆきさんを見れますか、待ってて。
シリンタンは、ナツカリン、仕事に追われすぎて辛いって時どうしてますか？買い物する。なんか仕事に行き詰まった時は本当に何でも、なんか本当に薬局でコスメ買うとか、パック買うとか、あとスーパーで美味しいもの買うとか、うん、でもいいし、時間ある時は本当お洋服を買いに行く。で、その次、明日も仕事かっていう時にそのお洋服だったりとか、メイク道具使ったりとか、美味しいものを朝食べたりとかして気分を上げて出発する。今年の仕事の予定はあるよ。ちょっと待ってて。まひろちゃんに会いたい。普段から着物生活いいね。にゃみーさん、にゃみーさん初見じゃなくない？個人的にはへそフェチだったりする。私ね、これいつも言ってるんだけど、もう何でも言ってるんだけど、スウェットフェチなんだよね。なんかなんだ、ダサいスウェットじゃないよ。ダサいスウェットじゃないんだけどさ、なんかデパートとか行って、なんか結構私人の服装めっちゃ見るんですよ。でなんかデパートとかに浮かないおしゃれなスウェット着てる人がたまにいるじゃないですか。まあ、大体そういう人って隣にはめちゃくちゃブランド物で揃えた可愛い綺麗なお姉さんが隣に連れて歩いてるんですけど、なんかそういうなんかスウェット、おしゃれなスウェットを履いてる人を見るとキュンとする。うん、めっちゃ待たせやん。眼力のゆきちゃんにお金あげたい。カレーのお肉は何派ですか？カレーのお肉はバラ肉か、もしくはすき焼きのお肉入れる。スパガとか関係なく最近よく聴いてる曲ってある？ TikTok メドレー。そう、あと煙突町のプペルだっけ、プペルのエンディング曲かな、聴いてる。辻ちゃんが卵焼き作るだけの動画見た？まだ見てない。最近 YouTube あんま見てないな。ヤングありがとう。まひろちゃん、まひろちゃんって、あれ、まひろちゃんってまだ引退してないか。顔分かる弁当そうそう言ってないけど、そうだ、そうだだって、そうだっけって私たら、そうだって。12年前から前、すごい、めっちゃ着てる。くもさ、普段ゲームとかしますか？する。するって言ってもそんな毎日絶対欠かさずしてますはないけど、してるしてる。荒野行動とか、あと DS で懐かしいゲームをたまにやったりした。去年は言ってもゴリさん並みに名乗らない消えてとか、それな、ゴリさんとニャウィーンはマジ立ち悪いからね。本当になんかずっと応援歴めちゃくちゃ長いくせにめちゃくちゃフラフラして、で来たかと思いきや黙って去るっていうね。でも周りの人に言われてえーってなるっていう。カレーはなんとかか、牛か鶏か羊かエゾシカ、どれで食べる？豚ダメなんだ。私はね、牛。 TikTok メドレー分かんないから調べてみる。50カウントありがとう、くまさん。どういうことどういうこと、勇気函館だけど漢字勇気らしいよね。次の写真展はいつからですか？やりたい、やりたい本当に。勇気には探したらへそ出ししてるのありそう。どういうこと？お気に入りの洗濯順、洗濯洗剤を教えてください。洗濯洗剤って、洗濯する洗剤？私ね、もうね、何年も同じの使ってるよ。ちょっと待って。なんかね、たまにね変えてたけど、基本ね同じだな。ニュービーズのピンク、なんかアロマ入ってるやつ。そう、柔軟剤アロマ入りなんだけど、これに足して、
フレアフレグランスの水色の柔軟剤を入れてる。もうこれはもうずっとだね、本当に。うん。もし1日だけ牛になれるとしたら何する？牛になれるとしたら何する？やばくない？その質問なりたくないよねなりたくないけど、牛になっちゃったらどうする？もうって泣く。今欲しいものは何ですか？美顔器、あ、美顔器じゃない、スチーマ、美顔スチーマ、美容スチーマが欲しいです。乾燥がやばいから買おうかなって思ってます。あ、まもなくちゃくちゃ販売開始、ありがとう。教えてくれてありがとう。そう、昨日ちゃくちゃごめんなさい、お昼間違えて設定しちゃった。いつもめっちゃさ確認してさ設定してんのに、なんかさ昨日どうしたんだろう、朝から配信して頭が疲れてたのか、なんかわかんないけどさ、普通にさお昼、あ、違う日付を今日のはずが昨日の設定にしてて、で私昨日配信終わってからさ普通にメイク落としてさお風呂入っちゃってさ、でお風呂上がってさマネージャーさんから LINE 来てると思ってさ見たらさ、え、どういうことと思ってチェキちゃんのページ行ったら、やばーと思って、チェキちゃんの時間終わってるし、いやすっぴんだし、いやすっぴんじゃなかったらさ全然なんかやろうかってなったけど、でもチェキちゃんの時間も終わっちゃってるし、その時間だからできるから買ったっていう人もいいのかなと思って、自分がなんか動かしちゃったらなとかいろいろ考えて、そうでキャンセルしたらそのファンの方々も返金されるみたいだから、マジで焦った、てかマジで反省した、しばらくなえた。で再設定お願いしますって言われたけど、なえすぎて怖くなっちゃってしばらく再設定できずに、昨日の夜にそっと再設定した。そんなチェキチャが間もなく数十秒後に発売開始でございます。ぜひ来てください。ガチ恋嬉しいよ。確かに遅かったでしょ。グッドサウンドありがとう。マジでね、マジで焦った、ごめんなさいって感じ、ごめんなさいが爆発した。本当に焦ったマジ焦ったわ本気で最初マネージャーさんからの LINE の意味が分かんなくてさ、何回も読み返してもどういうことだろうみたいな、どういうことだろうかってなりまして元ジェムの子、元ジェムの子です、元ジェムです。一応よいしょ、武田まえちゃん活動してる？してるしてる。最初ナズとか本屋が叩きって言うから画面殴ったら割れるよって思った。元ジェムのリーダーなんちゃんかゆりちゃんに会う予定は？いや会いたいねとは言ってるんだよ。キノコの元気の子、キノコの子の子元気の子、にゃみん飲めろ。気が入ってたら動いた。吉久さんこんにちは。来た。リトさん豪華なセンスありがとう。お顔だよ。 TikTok で流行っているオタクはすごいんです。
見たことない。ジャキちゃんのためにが外出てなくなってスタバ飲んで帰ってきたよ。ごめん本当に。黙って現れるのやめてほしい。なんちゃんの YouTube 出てほしい。出たんや。登場しました。そしてジャキちゃん販売開始となりました。お昼配信です。ぜひ全員来て。よしひささん50カウントありがとう。としおもそんやも山房さんもマモもしおぴもみんなチェキチェキで。そう、ジュリーさん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。髪の毛暗くした。いや逆に今ね落ちてちょっと明るくなってきたかな。若干俺もそうやも守るは絶対。コマダイとマクマイね、コマダイとマクマイ名前変わるんだって信じられないよね。ジュリー勇気だるまありがとう。あパクちゃんこんにちは。絶対余裕で行くけどチェキちゃん授業中かもしれない話聞く。授業あ今日あそっか金曜日か。なんだ今日さらに魅力的。キュン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 。あの名前いいのに。わかるわかる。なんで変わるんだろう。なんか遠くなると黄色くなる。みんな授業か。みんな授業とかお仕事だよね。お昼はやっぱり。どうしよう。なのに1時間も設定してしまった私。ピエピエン。だから来れる人は来てください。質問あ1000人行きました。ありがとうございます。あテロップ変えなきゃ。面白い テロップするね。興味持ってください。コメントください。あ、ゆうすけ、やっほー。嬉しい、来てくれて。ガリ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 、うるさいな。48時代から好きでした。え、嬉しい。今は？なんかさコロナが収まったら、あそうあのね聞いてほしいさ、聞いてほしいお話が一つある。年始で、あやば、私あれだアメブロ更新されないな、更新されないなと思ったらあれだ、あのあれだ送信してない。今思い出した。そう今終わったらブログ更新するわ。そうもう書いてあるんだよ結構前から。でさ話したいこと、そう年始にね、あの1月2日に元ジェムの小栗佳子ちゃんっていう子のお誕生日だったので、佳子ちんとでお誕生日おめでとうの電話をしたら本当に楽しすぎて、もうマジ真夜中まで電話しちゃって、カコチンとね、
お、おかくボットがいい。でそれでずっとお話ししてて、でコロナが終わったら真っ先に私は名古屋に過去に会いに行くと決めた。そう、過去ちんの実家に行くと決めた。何回か過去ちんの実家にお邪魔させてもらってて、で家族ぐるみで仲良くて、そう、本当に本当に本当にもう電話じゃ語りきれないので、本当にもうコロナ終わりましたってなったらもうマジで真っ先に一日休みやったら日帰りでもいいから過去地に会いに行く。エタさんありがとう、マックマンある日森の中エタさんに出会った、エタありがとう。そう、名古屋にカコチンに会いに行く。カコもねほんとすごいからね。まずさちょっとカコチンのさいいとこ語るね。ね、あのカコチンはまあワンチャンスにいて、マー君うめ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 ごめんありがとう、こうワンチャンスにいてそれを辞めるっていう決断をして、で辞めたからに辞めてから20のオーディションを受けて、で日本合宿まで行って、でダメだったんだけどそれでも頑張って突き進む姿にすごい感動してるし尊敬してるし、フリーでやっぱいろんなことに挑戦してるっていうのがめちゃめちゃすごいし、で振り付けをやったりとかライブ構成をやったりとかめちゃ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 本当に尊敬してるところいっぱいで、本当にその辺のお話とかもいっぱい聞いた電話で、本当すごいねって尊敬してるし会いたいの、まあ、過去とは本当に一生の中だと思ってるからマジで。すげえ涼しい。スラックスって何？ん？カコチンに会いたいの巻、名古屋に絶対会いに行くんだから私、コロナ終わったら。コロナ終わったらカコチンと、 あのねコロナ終わったらねしようって言ってるね、その私の中のね計画が3つあって、1つがまあ名古屋にカコチンに会いに行くっていうのと、でもう一つが、ナズとどっか旅行行くっていう計画もしてるし、もう一個が妹と、関西旅行に行くっていう、そう約束をしてて、それを果たしたいの今年。プライベートで果たしたいこと、それは。その3つを果たせればという気持ちがございます今年は、プライベートに関すると。でお仕事面でいくと全国ツアーをしたいのと、ファンクラブイベントをしたい。てかさマジショックなのがさ、去年さ私本当にバスツアー大好き人間なのね、ファンの方とする。で本当ジェム時代とかも、もう本当バスツアーの前日とかもうマジで本当遠足気分。私さ修学旅行とか遠足とか学生時代全然ね参加できなかったのよ、 お仕事で。だからそういうなんか仕事でのバスツアーとかファンクラブイベントが自分の中ではすごく青春だったりとか、その行事学校行事みたいな感じなんだけど、気持ち的にで、バスツアーがめっちゃ好きで、でバスツアーの前日って本当に寝れなくて、私楽しみすぎて、そうでやりたくて、でジェム時代にした運動会とか、スパガも第3章でやってたけど運動会とかバーベキューとか
めちゃくちゃ楽しかったから、だからだからしたかったので、それをする予定だったの去年、春先にできなくなっちゃってさ、悲しいよね。各地にスパが入る南口さんのナッチー、ナッチーともねマジしばらく会ってないんだよね。そう、会いたい、連絡はね取ってたけど。バスサーで行ってみたいところはどこですか？え、でも本当に4章スパガはまず東京でバスサーを東京発でしたことがないよね。あるかないか、東京発ないよね多分。え、関西だけだよね多分。やばいやばい、記憶が曖昧になってきちゃった。とりあえず関東でやりたいっていうのと、北海道でやりたい。ないよね、ないよね。そうだからやりたい。ヒラパー楽しかったけど、なんかあれさ、混んでる時に行っちゃったから、そうちょっと反省っていうか改善点がいっぱいあったけど、あとジャム時代にやったお泊まりも楽しかった。何、漫才ワンマンでもナッチとね話してた。なんかやっぱこうジャム時代を振り返ると、本当にナッチとふざけ合ってる時間がめちゃめちゃ多くて、そうナッチとふざけ合ってる時間がもうダントツで多いし、まあ、次にラナチンとふざけ合ったりとか、うん、本当に思い出。ヒラパーめっちゃ行ってるじゃん。アイスとカーニバルやりたい。昼休憩お疲れ様。ショールームイベントも、ななちゃん配信してるインスタライブだよね多分ね。ね、お泊まりバスツアーしたい私も。ねえ、特典化したいよね、わかる。だ本当にさ、コロナ終わって、あ、そう、プライベートで絶対やりたいこと、そう、旅行とかの前に、まず家族に会いたい、本当に。マザー牧場、ドイツ村、海ほたる。あ、いいね。めちゃくちゃ良い。いいな。楽しそう。なんか旅行したい旅行したい。ディズニーとかも行きたい。丸々狩りいいね。でもリンゴ、私リンゴ食べれないからさ、リンゴ狩りってなったら。マザー牧場はジンギスカン食べれるよ。食べたい。マザー牧場昔あれだな、カコチンと行ったことあるし、あとチャンマンチサミジュリンかなとも行ったことある。いちご狩りって今の時期？行き
じゃあ来ちゃってアプリ開いとかでも始まるの。え、多分ね、普通にたまに備考欄でこの時間寝てると思うけどアーカイブで見るんで好きなようにお話ししててくださいとか言う人もいるし、仕事中で見れないけど買いましたって備考欄に書いてくれてる人もいるから多分大丈夫だと思う。私が勝手に始めてると思う。チェキチャ発売中だよ。来てね、みんな来てね。お昼だというのに1時間枠取っちゃったからみんな来てね。平日のお昼に1時間枠を取っちゃったから。でもケタロスでしょ、シオピでしょ、はるかさんでしょ、それからマー君でしょ、ケタロス言った、ソイヤでしょ、でノンメロでも授業って言ってたな、ソイヤ、タケル、ババシャン、ロボシンちゃん、マモル、トシオ、ピータロー、ヤング、ヤマフサさん、ほらほら、ニャーウィン、マー君、オカクボット、エタさん、ほらほら、20人いる。初めまして、初見です。ありがとう初見さん。選抜もらえた、いや守るは絶対だって言ってるし、あと17枠もあるって、3人しか買ってくれてないって。ピエンだよ。ガチで来そうな人だけ選抜、全員呼んだつもりなんだけど、ほら、竹もチェキちゃん今から来るっしょ。なんで3人しか来ないって。昨日 iPad で待機してたら Android スマホで始まっちゃって焦った。それは焦る。ありがとう守る。コンビニないからチャージがピエン。ピコラ書くと今ので2人買ったよ。誰買ってくれたの、えらいじゃん。5人になった。5人ってやばくない？でもその5人を大切にする。私はこんにちは。紅白売れてるよ、ありがとう。友達に誘われてきました、嬉しい。キリさん、キリさんありがとう。買ったぞ、ありがとう。これ買い足したらどうなる？チェキチャアプリ知らないし、まあショールームあったらそれでよい。ショールームあったらそれでよいよ。フカキョンって可愛いよね、一生可愛い。こんにちは、焼肉岩のしげちゃん。あ、焼肉岩行きたいんだよな。新しいさらに買えるやつやったらどうなる。何それ、アークジュエル以外初めてやるわ。そういや偉い。早めに買ったらお昼ご飯とかぶっちゃう丸だから、もうちょい待って。今なら6番目が手に入るってこと。何その難易度、難しい会話。エンタさんこんにちは、ご存知なんですね。え、岩知ってるよ、当たり前じゃないですか。元 AKB として知らないわけがない。岩、鈴木しほりちゃんと岩行きたい行きたい言うてて、まだ結局一回も行ったことない。美味しいんでしょ岩。岩で働きたいって思ってた一時期。複数購入できるようになった。え、そうなんだ。アップで
されてから一回アプリ閉じるとイコラ消えるらしいからみんな気をつけて。のびのびだ、間違えた、僕のびた、のびのびではただののびた。こんにちは。自分の住んでる地域は雪がすごいんですけど、チリの方どうですか。私東京にいるんですけど全然、今日今まだ外一回も一瞬たりとも出てないけど天気良い、うん、スーパーバイザーがたまに行ってるらしい。今日は寒そう。確かに外出たいとは思えない、うん、祖父が精肉店なので美味しいですよ。シフリが店員だった頃が懐かしいね。シフリももうママだからね、会いたいな。火曜日雨か雪って天気予報で言ってた。え、何それ、やだ。名古屋に行きたい本当にね。私ね、名古屋にね、あの GoTo、 うん、 GoTo だっけ、 GoTo やってた時にさ、エンタかわいい、いっぱいありがとう。 GoTo やってた時に一人でもう名古屋に行って芋けんぴを買おうとしたわけ、マジで。なんか一人でその名古屋の食周りなんていうの、食べ歩きをしようと思ったの。本当に名古屋のご飯が好きすぎるから。そうで、芋けんぴを大量に両手に抱えて帰ってこようと思ったので、 GoTo 調べたの。 GoTo って一人じゃ無理なんだね知ってた、一人じゃね GoTo 予約できないの。何回頑張ってもさ、二人設定にしてくださいとか出て、で、じゃあ二人設定すればいいんだと思って二人設定にしたら、二人分の料金がなんか合計に足されて、いや違う違う違うってなって、で知らなかったね。そう、いや大丈夫、え大丈夫なの、私がやろうとしたページがダメだったのかな。で一人じゃどうしても無理 で調べたら、そのビジネスで、え俺何回も一人使ったで、えなんだ使えたんだ、そう無理で、でなんか調べたら、あのビジネスだと GoTo が効かないから、一人で GoTo を使えるってなったら、その出張とかの人たちとかもその使っちゃうから、だからあのできませんみたいに出てきて、あできないんだと思って諦めた。名古屋近いよ、品川から2駅、そう考えたら近いけど、え焼肉岩野茂ちゃんって店員さん、それとも常連さん。じゃあ次私と行く、行く一人で行けるんだ、それは熱い。修学旅行コロナでなくなっちゃったよ、やだ。緊急事態宣言がしばらく無理だけどね。そうだったんだ、うん、とりあえずもうね GoTo とかそういうの全部いいから、コロナが終わってほしい本当に。常連さん10年、あなるほどね、すごい10年、え10年ってことはあれじゃん、私一緒に内田さんと公演してた時じゃん、ちょうど17、18の時内田さんとリセット公演してたわ。あと5分、あと5分でチェキチャだって行ってまいるよ。まだまだ枠があるからみんな来てね、来てくれないと泣いちゃうぞ。わかったか、来るんだよ。これからあのショールームもいっぱいしてくから、明日お店行くので、え行きたい、私も行きたい。内田さん覚えてるかな、もうだって私辞めてから一回も会ってないもん内田さんに。
近い？シャキちゃんインストールするとこから始めないと。インストールしよう。いや覚えてるし、覚えてんのかな。まぶた震えまくってる。チェキチャの今のマイブームは手持ちチェキチャをすること。その方がなんかテレビ電話感あるのかなと思って、最近ねチェキチャ手持ち機能からし始めた。そう、距離感近めでございます。キュン。では終わりにします。ショールームまたするね。今度またお知らせします。13位シオピーありがとう、12位コニタありがとう、11位マモありがとう、10位ファインコンのフさんありがとう、9位ディオリアさん、お、ディオリアさん来てくれてたありがとう、8位ヒロピーありがとう、7位エタさんありがとう、6位山房さんありがとう、そして5位小浜ありがとう、小浜もぴょんぴょんしてくれてたねありがとう、4位夢コックさんありがとう、無音だけど見るねって言ってくれた、3位フェリカさんありがとう、あの10周年ライブ近かったねありがとう、2位猫のドライバーさんニャニャありがとう、1位エンターありがとう、したけチェキちゃんに行ってまいるよ、まだあるからな、みんな来るんだぞ、待ってるぞ、みんなの力で私を販売にして、あとあれだ、ズーム会も発売中なんで、おみくじ、みこさんのズーム会も現在発売中で、まだまだいっぱいありますので聞いてくださいね。ではバイ。あ、レイありがとう来てくれて、昨日ごめんね、待っててくれたのに、ほんと全員に謝りたいてか謝りたいとか謝るべき、ごめんなさい、下着またねー、だって下着バイ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 。